はい、どうもこんにちは。チャンネルのうぷぬしでございます。枝豆でございます。本日もよろしくお願いいたします。ということでね、今回紹介するものはですね、中古でね買ったものになります。じゃあ早速いきましょう。はい、ドン。はい、今回紹介するものはこいつです。はい、レンズ名ここに書いてありますね。 EF-1855mm-F3.5-5.6ISSTM というねレンズになります。はい、非常に軽くていいレンズですね。で、このレンズですね、ちょっと詳細見ていきましょうか。まあ、これね、キットレンズとしておなじみの、F4-5.6 のモデルの前の型になります。まあ、ほとんど大きさ変わらないですね。こっちの方がちょっと長いくらいですね。で、はい、前から行きましょうか。はい、パカッと。ね。はい。健康さんのね、MC プロテクターというのがついてました。フィルター径 55mm です。で、焦点距離が 18mm から 55mm。 いいですね。あんまり伸びないですね。で、後ろの玉は、よいしょ。こんな感じで。マウントはね、金属ではなくて、樹脂製のね、マウントになっていますね。これは、これの新型とね、同じ感じですかね。はい。で、主なね、アクセサリーとしては、はい、こちらですね。このね、EW63C。っていうね、レンズフード、純正が別売りで用意されています。とね、これはね、中古で購入したものなので付いてきました。と、私はね、これ、フード付いた状態で、ね、こういう状態になりますかね。とこの状態で、7500円にて購入いたしました。はい。すごい軽いんですよ、このレンズ。ですね、重量の方がですね、なんと 205g しかありません。しかもね、最短撮影距離 0.25m。非常に短いですね。キャノンさんの標準ズームレンズね、比較的寄れる印象強いですよね。じゃあ 7D につけてバランス見てみましょうか。ね、24105はないのでね。よいしょ。はい。じゃあね、こうやって、ね、この白いところ合わせてガッチャンと。はい、つけてみるとね、こういうバランス感覚ですね。まあ問題ないんじゃないですかね。 7D Mark II 自体ね、ボディはでっかいんですけど、まあ APS-C のボディだからでしょうかね。こういった APS-C 用のねレンズつけても結構いい感じのバランスじゃないでしょうかね。はい、とね、このようなバランスで装着することができますと。まあ小さくて軽い標準レンズ求めてる方にはね、この 18-55mm ね、いいんじゃないかなと。中古で安く手に入るのでね、いいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、作例についてはね、まあ今年のうちにちょっとね、キットレンズって意外にね描写いいんだよということでね、作例ちょっと用意、今年中にね用意して動画にしたいなというふうに思っております。今回はね 18-55mm 買いましたというね報告の動画でございました。はい、ありがとうございました。